はい。えー、っとですね。あのー、もうライブ、昨日ね、えー、ストリームヤードを学んだんで、えー、それはもう僕がね、えー、ジャパネット高田のようになるっていうのが一つの夢ですのでね、えー、早速、もう全く、ど素人ながらですね、えー、やってみたいと思います。さて、これ、あのー、届きましたでしょうか。うーんと、待ってくださいよ。あ、えー、なってますね。はい。えー、皆さん、あのー、もう、 私のフェイスブックライブの方、フェイスブックの方に、えー、なっておりますので、えー、今日はですね、えー、ライブあ、ジャパネット、宝のようにですね、私もですね、ロハス村の村長と、えー、してですね、あのー、バンバンとですね、皆さんにお,お買い得な商品をですね、届けていきたいと思いますよ。はい。まあ、そんなことでね、ストリームヤード、これを手に入れましたんでね、 ええー、まあ、あのー、これを使ってやっていきたいと思います。さて、これでどうなるかですね。ええー、わかりませんけれども。さて、今日、初めて、えー、生番組で始めたいと思います。それでは、番組、はい、 はい、始まりましたイェーイということでですね、どんどんとですね、えー、盛り上がっていきましょうということで、今日の、えー、初めてのですね、えー、こう、ストーリームヤードで、えー、テレビショッピングをやるぞということで、えー、もう昨日置いたことを今日やろうという、もう本当に何も、あの、打ち合わせもなくですね、えー、早速始めてしま、しまうというのが、浮かわりでございます。 えー、もう何もかもですね、今時代が非常に変わっております。そしてですね、えー、もう北海道の方ではですね、えー、すごい寒波が来て、もう、もう一日にして、えー、何センチだったかなもう、背の丈以上にですね、雪が積もったりですね、えー、暖冬じゃないかなと言われているにもかかわらず、めちゃめちゃ寒くなったり、また、えー、暑くなったりっていうような、もう、わけのわからないような、あのー、ね、 ええー、まあ、が続いておりますけれども、皆さん、お体はいかがでしょうかええー、私の方はですね、ええー、まあ、あのー、おかげさまで、ええー、目の方がちょっと、ね、手術して、ちょっと若干調子悪かったんですけれども、日に日にですね、良くなっておりますし、腰の方もですね、おかげさまで、ええー、昨日あたりからですね、もう、あのー、なんかすごく良くなってきてるというような状態で、 年末、来年にはですね、万全な、えー、体調でいけるかなと思っております。ただ、あのー、やっぱりね、えー、この冷えっていうのが一番怖いんですよね、健康には。ですから、冷えをいかにですね、えー、起こさないかっていうのが僕の、えーまあ、テーマでもありますし、多分皆さんの健康にも冷えっていう問題を いかにクリアしていくかっていうことが、えー、健康を維持していくっていうことが、えー、できる一つの要因だと思うんですよね。まあそんな意味を込めましてね、えー、これからは冷えの対策っていうのがあろうかと思います。ただ、えー、冷えの対策といってもですね、どうすればいいのというふうに、えー、なるんじゃないかと思います。そんな時に、えー、出るのがですね、マイカの岩盤浴。こちらでございます。はい。 え、現物も持ってきましたよ。じゃじゃーん皆さんにはわか、あ、これ、あ、わからないか。あ、これですね。はい。はい。えー、っと、あ、あ、これ、ダメだな、これ。はい。こ、こ、これですね。はい。これをですね、あのー、持ってまいりました。はい。えー、一応ですね、えー、ちょっと。 ああ、カメラの、ああ、これ見えないな。あ <laughs> れダメだ。これちょっとまた次、次の段階で考えましょう。はい。はい。えー、っと、すいません。ちょっと置かしてもらいますね。うん、はい。えー、こちらはですね、えー、マイカの岩盤浴と言いまして、えー、もう、あのー、毎年ですね、えー、ロハ露発村の人気商品となっております。えー、あのー、 もうスイッチ一つでですね、あの、遠赤外線が出るんですね。あ、そうだ。これをバック、ちょっと待ってくださいね、皆さん。すいません。ジャパネット宝のようにやろうと思ってたのに、全然できなくて。あ,あ,あ、そっかここ。これをですね、ちょっと、バックのですね、えー、と、バーチャル背景をちょっと、なしにしたらいいんだ。なしね。はい。えー、なしにしました。見えますでしょうか バーチャル背景なくしたら見えると思うんですけれども、えー、こちらの方、めちゃくちゃ、ちょっと、あの、ど、どういうふうに説明をすればいいのか、すごく迷ってます。はい。はい。あ、こうですね。はい。えー、こちらの方ですね。こう。わかった。はい。これがスイッチになります。 んで、これで見えるかどうかわかりませんが、えー、これ、これを回すだけで、えっ、ー、と、400、えっ、ー、と、600、1000というようなワット数になるんですね。はい。もうこれを回すと、この、電気がつきます。このようにね。はい。ですから、これで、えー、非常に、あの、もう、 寒い時には、えー、これを、えー、線。まあ、今だったらもう線ですね。えー、線のとこに回していただくと、もう30秒もすればですね、すごく暖かくなるんですよね。すると今わかるように、えー、片手でも持てるぐらいの重さなんですよね。ですから、軽い、えー、それでキャスターがですね、こうついてますから、コロコロコロっと回して移動ができるというような、そんな便利さもあるんですよ。ですから、あのー、 えっと。<laughs> やっぱりね、たい体制を取っておかないとダメですよね。はい。はい、ちょっとバーチャルにしますね。あら。あ、はい、えー、できました。はい。ちょっと、現物ちょっと置きます。もうちょっと考えてやります。はい。 ああ、なかなか大変でございます。まあ、そんなことでですね、えー、一応、あのー、今日は、えー、マイカの岩盤浴、こちらで、こって、逆、手が逆だからね、こう、こういう風な形になるんですけれども、あのー、マイカの岩盤浴をですね、一応、えー、ご紹介して、えー、ジャパネット高田のようにですね、なかなか行きませんね、えー、ライブで、えー、ございます。 まあ、なんとですね、えー、とそれをですね、あのー、今日はマイカの岩盤浴の、うん、特徴というのを、えー、言ってみたいと思います。まああのー、今言ったように、スイッチを入れていただくと、えー、遠赤外線ストーブっていうのは、昔からあるんですけれども、本当に15分とかね、えーまあ、そのあたりをして、だんだんとぬくもっていくっていうような、そんなもんなんですよ。 オイルヒーターなんか、もっとかかるわけなんですけれども、それが、あの、マイカの岩盤浴は、たった30秒ということで、30秒でですね、あの、暖かくなって、お部屋を輻射熱で、直接空気を温めるんではなくて、物を温めていって、お部屋を暖かくするんですね。ですから、足元に、このマイカの岩盤浴を置いておくだけで、 物を温めますから、人間も物ですので、えー、すごく暖かくなるんですよ。まあ、そんな意味でね、えー、非常にですね、えー、いいなっていうふうに思います。えー、それとですね、あとですね、あ、そう,そうそう、これね、することたくさんあるんですよ。バナーでね、えー、あのー、あ、お値段あ、ごめんなさい。もうなんかうまくいかないな。はい。 えと、そんなことで、遠赤外線はそういうことがあります。それとかですね。あと、あのー、火事になりません。もう物を置いと、上に被されば、そのまま消えるというような、えー、センサーも働きますし、あのー、本当にですね、遠、え、赤、ー、外線、えー、石油ストーブに比べますと、非常に安心安全。えー、やっぱり冬はですね、まあ、火事の心配っていうのは非常にあるんですよね。 で特に、えー、お年寄り、1人暮らし、えー、の方はですね、えー、どんなに注意しててもですね、えー、だん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 ね、あのー、なんかこう、不安になってくるわけですよ。そうするとね、えー、電気ストーブとか、えー、そういうものを、あのー、お子さんがね、もうお母ちゃん危ないから、あのー、もう石油ストーブやめて、電気ストーブしないよとか言うんだけれども、電気ストーブはストーブでね、やっぱり、あのー、 いうんですかね、えー、背中、近づいたら、うちの親父もそうだったんですけれども、背中のこの、ま、これ今、フリースじゃないですか。こういうのが溶けるんですよね、すぐ。電気ストーブっていうのは熱いから。で、背中がね、えー、穴が開いたりなんかしてたんですけれども、えー、そういうのがね、このマイカの岩盤浴はありません。まあ、それとですね、あと、風、ファンヒーターの場合なんかは、風を起こしますでしょ 風を起こすと、えー、ハウストダストっていうアレルギー性を持ってる方なんかね、僕もあるんだけれども、ダニーの死骸とかなんか吹き上がるんですよ、ぷよーっとね。そうするとね、あのー、それを空気を吸うじゃないですか。そうすると、アレルギーが出てくるんですよね。で僕なんかはもう、ヘクションヘクションっていう、もうそんなあ風がですね、あのー、出てもう鼻水がタラーっと出るんですよね。 そういうのが、ファンヒーターの場合なんかだったら、風をパーッと吹き上げますから、出ますけれども、このマイカの、あ、まあ、こっちだな。いつも間違い。マイカの岩盤浴に関してはですね、そういうのがないんですよね。ですから、あの、非常にですね、えー、まあ、快適でありますし、えー、体の芯から温めてくれますので、まあ、神経痛を持ってる方とか、そういう方にとっても非常に、えー、メリットがあるんじゃないかなと思います。はい。えー、それでね、 えー、お値段気になりますよね、お値段がね。これね、あのー、ま、あのー、あ、そう,そうそうそう。この辺ね、ちょっと心配だったら、どんどんね、コメントをくださいコメントをいただけましたらね、あのー、お答えしますんで、なんかね、あのー、これ、本当はね、うん。はい。あのー、コメントをいただいたら、 コメント返しっていうのができるんですよ。えー、っとね。だから、えー、っと、あ、奈良さん、見てくださって、ありがとうございます。はい。まあ、そんなことでね、あの、いろいろとね、見てくれる人も、まだ一人しかいないんですよ。ジャパネット高田のようにないな。これ、あの、 もうこれをね、どんどんとね、活かしていこうと思ってんですけど、まあ残念ながらですね、今見てる方がね、多分ね、あのー、0人だと思います。はい。えー、これ磨いていかないかんなと思いますね。僕は、本当に。はい。でも、負けずに頑張りますよ。はい。まあそんなことで、できたら見てくださってる方は、どんどんコメント、またはですね、いいねっていうことで、お願いします。 はい。まあ、あのー、ただいま、ライブの配信中でございます。えー、初めてストリームヤードで、えー、ライブ配信をやっております。まあ、そんなことで、えー、お値段、お値段気になりますよね。えー、マイカの岩盤浴、お値段は、えー、なんとですね、これがマイカの岩盤浴のお値段は、43,780円でございます。まあ、この物価高。 非常に物価が上がって、上げ、上げ上げはいいんですけどね、えー、物価が上がるのはちょっとね、えー、下げ下げでお願いしますということなんですけれども、えー、これはなんとですね、えー、いろんなとこが上がってるにもかかわらず、ずっと据え置きでこの43,780円を貫き通してるんですよ。すごいじゃないですか。ね。 えー、こういったあのマイカの岩盤浴、非常にですね、今、お買い得に、さらにですよ、さらに、さらに何が大すごいかというと、えー、この青葉のうさぎっていう、ね、横についてるでしょ、うさぎちゃん。これね、えー、観葉植物の根元のとことかなんか置いてやると、マイナスイオンが出るんですよね。 まあ、あの、トイとかオフィスの、ええー、まあ、受付のとこであったり、または自分の、ええー、まあ、個人事業主さんであれば、自分の机の上であったり、えー、また、ええー、まあ、そんなとこに置いておくだけで、マイナスイオンを出してくれるような、青葉のうさぎを、えー、つけてのセットなんですよね。ちなみに、青葉のうさぎ、単体で買うと、いくらするのっていうふうに思うじゃないですか。皆さん、いくらだと思いますか <laughs> はい。 えー、これがですね、なんとですね、はい、青母のうさぎ単体で買ってもですね、2万2千円するんですよね。まあ、こういったことでね、えーと、当然、マイカの岩盤浴、単体で買っても、えー、4万3780円だったんですけれども、えー、これに、えー、今、キャンペーンでですね、えー、なんと、ジャパネット高田の、えー、ね、 えー、キャンペーンよりもすごいじゃないかというようなことでございます。はい。これ、青葉のうさぎだけでも2万2000円。これが、えー、セットになって、えー、4万3780円になります。まあ、ただしですね、えー、これ、在庫、これね、在庫が終了次第終わりになります。えー、できましたらですね、この、えー、まだまだね、年末、 商戦始まったばっかりでございます。えー、そういう意味で、えー、まだ在庫は、えー、ふんだんにございますけれども、えー、もうここ数日でめちゃめちゃ寒くなったり、雨が降ったり、えー、しとりますんでね、えー、注文も増えてきております。ですから、ぜひね、えー、このお得なお得な、大々お得なですね、えー、この機会にですね、えー、ぜひお買い求めください。はい。 えー、お買い求め場所っていうのがですね、えー、あら。あ、いや、これね、ちょっと今バナー作ります。こんな番組もないですよ。バナーを今自分で作りながらやってる。うん。えっ、ー、と、てる。てる、うん。ちょっと待ってください。087。 8974556。まっよし。バナーを作成しました。はい。<laughs> はい。えー、お申し込みはですね、えー、電話番号087-8974556まで、えー、ね、お申し込みください。えー、またね、えー、コメント欄には、あの、Facebook のコメント欄にはですね、えー、一応、 あの、つけときますので、ええー、あの、ウェーブ上で買える URL をつけときますので、えー、そちらの方からお買い求めください。ええー、なんとですね、本当にね、本当に得なんですよ、皆さんもう、僕なんか最初に買ったのは、この単体で、ええー、マイカの岩盤浴だけで43,780円を出しております。ええー、それがですね、今、青葉のうさぎの、 セットで、えー、この単体で買っても2万2000円のがセットでですね、なんと4万3780円ですから、どれだけ得こかっていうのが皆さんわかりますよね。で、マイナス4は体にいい。もう本当に私、マイナス4だらけなんですよ。この、ね、あのー、お部屋も、えー、ま、あのー、マイナス4、ね、たっぷりのお部屋にしてますし、えー、夏はこのメーカーさんね、 えー、あの、森林の滝っていうのを出してるんですけども、その扇風機からもマイナスイオンたっぷりが出るんですよね。まあそんなことでね、えー、非常にですね、えー、盛り上がって、えー、おります。この年末初戦盛り上がっております。えー、ぜひ皆さん、この機会に、えー、やっぱりね、元気があれば何でもできるっていうアントニオ猪木のね、えー、元気ですかっていう、こういう気持ちでね、 えー、2023年を終えまして、2024年に向かっていく以降ではありませんかえー、そのためにも,も体をポカポカにしてですね、そして、えー、盛り上がっていきましょうはい。今日はですね、えー、ストリームヤードライブということでね、えー、やっていました。これもですね、えー、ライブでいかに、えー、あのー、 皆様に、えー、この楽しさで、えー、この本物商品の楽しさであったり、えー、便利さであったり、また心がなんかホカホカするもんであったり、えー、そういったものをなんかお届けできたらいいなと思いまして、台本も何も書かずに、えー、もう,うその時の、えー、流れで今やらせていただいております。はい。えーまあ、そんなことでね。 えー、ま、やっておりますので、ぜひ、皆、えー、さんよろしくお願いします。えー、それではですね、えー、最後に、えー、このライブをですね、えー、ま、あの、ライブイベントがありますので、その告知をさせてください。はい。えー、ちょっと待ってくださいね。はい、はい。もうね、なかなかね、ライブイベントの、あの、あ、そっか。 えっとああ、あ、こうですね。はい。えー、ちょっと、これ、あれあ、そうか。ごめんなさい。いろいろと戸惑ってまして。んあ。はい。えっ、ー、と、これ、えー、全画面、あっちゃうわ。これだ。 なりましたかね。はい、えー。こちらの方ですね。あのー、ライブがございます。アニソン、年の瀬ライブっていうのが、えー、この12月26日、えー、12時から13時までございます。えー、これはね、アレーっていう電子水、えー、生成器、アレーのメーカーの、青柳社長がですね、実は歌手でもあるわけなんですね。 で、その、あのー、先月もですね、あのー、ミネハハさんと一緒にコラボでですね、横浜の方の大ホールを借り切りまして、コンサートを開いたばっかりなんですよね。その、青木、青柳社長と、え、えー、この、ストリームヤードをつなぎまして、えー、まあ、ライブをやろうということになりました。 もう思い立ったらすぐやるっていうのがロハス村でございます。うそれで、えー、アニソン、年の瀬ライブっていうことで、アニソンから紐解く宇宙の真理、自然の法則っていうのをやりますので、えー、どうぞ、えー、Facebook ライブでやりますので、見ていただければありがたいです。これね、なかなか面白いっ思いますのでね、えー、よろしくお願いします。はい。えー、あと、あらこれ、どうすればいいんだ できなくなったぞ、これ。共有。 もうわや,や, <laughs> やくちゃもうわやくちゃになってしまったもうなんかいやーあもういやまあ今ちょっとやじるけ <laughs> あいいよ映っても。 すいません。もうトラブルがやっぱり起きてしまいました。はい。えー、っと、もうね、あの、実は、ブレーカーが切れてしまいまして、あの、コンピューターからもう電気から真っ暗になってしまって、えー、なんかストリーム屋だ,、はいえー、だけぐるぐる回ってったような状態で、本当に申し訳ございません。はい。はい。もうなんかね、 えっと、ちょっと、おろおろしてるんですけれども、はい。もう、なんかね、あ<ー>あ、もうね、うねねえっと、バーチャル背景を変えます、えー。バーチャル背景を変えます。はい、すいません。あのー、まあえー、一応ですね、えー、告知からやってたんですけれども、 えっと、アニソン、えー、年の瀬ライブを、えー、えあ、こううか。アニソン、え、12時6日、えー、12時、十二時から13時までやりますので、ぜひね、えー、この番組でやりますので、えー、やってみてください。<laughs> 当日はこのようなことがないようにですね、今、こんな形で、えー、まあ、 とにかく、何事も挑戦でやっておりますけれども、えー、皆様にはご迷惑かけますが、あのー、当日はご迷惑かからないようにですね、頑張ってまいりますので、えー、よろしくお願いします。あ、それと最後に、マイカの岩盤浴もお願いいたします。えー、お値段は43,780円でございます。それじゃあ、ライブ終わります。ライブはいろいろありますよね。それじゃあ、さよなら